局は、すべての食べ物は、アメ化してしまえば、全部美味しくなるということは分かってるんです。はい、皆さん、こんにちは。ももかわチャンネルです。はい、皆さん、ご存知でしょうか。昔から見ていてくれている皆さん、覚えていますでしょうか。そう、アメ化、お久しぶりです。半年ぶりにアメ化しちゃいたいと思います。まあね、アメ化っていうのを聞いたことない人のために説明すると、砂糖を水で溶かして火にかけます。きつね色に変わったら火を止めます。その茶色くドロドロした液体をお好きな食べ物にぶっかけます。するとアメ化が完成します。まあ皆さんが見たことあるものだと、リンゴ飴。まああれは、まあ私たち業界からすると、あれはただのリンゴを飴化したものとなります。まあ多分難しいことはありません。砂糖を水で溶かして焦がすだけです。今回は3つのものを飴化したいと思います。今回飴化したいものはこちらの3つです。はい、こちらの3つでございます。まず最初にアメ化したいものはこちらの甘栗でございます。こちらダイソーさんで買ってきました。何かアメ化したら美味しいものはないかなって探して見つけたものなので、これは絶対に美味しいと思います。そして今回2番目にアメ化したいものはこちらのタラタラしてんじゃねえよでございます。このピリ辛系のおつまみのお菓子なんですけど、これをアメ化することによって甘辛く美味しくなるんじゃないかなと思います。そして今回最後3つ目はこちらの、皆さんご存知、太郎キャベツでございます。こちらね、完全に全員が知っている味ということで伝わりやすいかなと思い、やってみたいと思います。はい、こんな感じになりました。はいやー、周りが少し茶色くなるまで待ちます。あんまね、茶色くなるまでやっちゃうと苦くなっちゃうので、これくらいの色がちょうどいいです。はい、それではね、早速じゃんじゃんアメ化していきます。まずはこちらの甘栗からアメ化していきます。はい、まず甘栗のアメ化成功しました。続いてはタラタラしてんじゃねえよアメ化していきます。今回はこのようにタラタラしてんじゃねえよ焼き鳥スタイルとなっております。はい、タラタラしてんじゃねえよも無事アメ化成功いたしました。続いてはね、太郎キャベツをアメ化していきます。あ、すいません、皆さん、キャベツ太郎です。多分ここから青のり浮きまくります。はい、はい、というわけで今回こちらの3種類のアメ化に成功しました。まあ失敗ってあんのかって言われたら謎ですけどね。はい、それでは早速食べたいと思います。アメ化のね、味が本当にいつも美味しいんで期待です。じゃあまずは作った順番からで、じゃあ甘栗いきます。もうね、宝石みたいにもう硬くなってます。こんな感じ。はい、じゃあいただきます。めちゃ美味しいです。これは本当に感動、めちゃくちゃ美味しい。外はカリ、中はサワパサみたいな、めちゃくちゃ美味しい、不思議な食感で美味しいです。じゃあ続いてはタラタラしてんじゃねえよいきます。いただきます。
焼き鳥感半端ないのと、なんでかわかんないけどタラタラしてんじゃねえよが簡単に噛みちぎれます、半分に。なんか飴かになってるじゃないですか。で、飴を食べた瞬間パリってなって半分に普通に綺麗に割れて柔らかくなってるんですよ。すごい食べやすくて、で、甘いのと辛いのでちょうどいい甘辛さが出てめちゃくちゃ美味しい。これすごい好き、超美味しい。ほら、すぐ噛み切れます。これ屋台で売ったらめちゃくちゃ売れそうです。これじゃあ最後に太郎キャベツ。もうこれはもう中サクサクで外カリカリでも完璧に美味しいはずですよ。ちょっと音フェチとしても聞いてください。いきます、いただきます。超絶うまし。カリサクで音も良くて、で、しょっぱいのと甘いのでめちゃくちゃいい感じになってて超美味しい。もう全部なんかね、いいハーモニーを醸し出してる。はい、というわけでね、今年最後のアメ化をしてみました。やっぱね、どうしてもね、たまにアメ化したくなりますよね。またね、何かアメ化したら美味しそうなものがあればアメ化しちゃいたいと思います。ぜひ皆さんもね、何か家にあるものでアメ化すごい簡単なのでしてみちゃったらどうでしょうか。それでは皆さん、バイバーイ。私的にはタラタラしてんじゃねえのが一番美味しかった。またやるよ、アメ化。アメ化のおまじ。最後までご視聴ありがとうございました。おすすめの動画はこちら、ぜひ見てみてね。こっちのボタンをクリックして今すぐチャンネル登録よろしくお願いします。それではバイバイ。